ピッコロの切り札、ご飯は泣き虫くん。あと二人のサイヤ人ってのはさらに強いってのか。どうなってやがる。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。参ったな、聞かなきゃよかったぜ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。ワクワクするだろう、孫悟空。悪いな、今度ばっかりはワクワクしねえよ。恐ろしくてよ、ガタガタしてら。へっ、当然だ。だがその恐怖ももうすぐ絶望に変わることになる。それより俺の息子はどこだ。どこに隠しやがった。隠したわけではない。ギャーギャーうるさいから閉じ込めただけだ。貴様らの後ろに穴があろう。そこだ。でたらめを言うんじゃない。助けられるわけがなかろう。その前にお前たちが死んでしまってはな。よし、やるぞ。そうするしかなかろう。